21世紀を代表する会社を作ると、ロードマップ、代理店、メディア、世界に通じるプロダクト、グローバルとなっておりますので、今、代理店アベマ TV ゲームというのに加え、グローバル、スタートアップ、また第4の柱を作ろうとやってますので、拡大変化するサイバーエージェントをしっかり支えられる本社機能を作っていきたいと考えております。中長期で目指すところ、これは間違いなく21世紀を代表する会社を作るということです。そのために私がやろうと思っていることは、実力主義型終身雇用の会社を作るということです。実力主義で抜擢される会社、一方で安心して働くことができる会社、これを私としては大成功させていく、そういう所存で頑張っていきます。サイバーエージェントは中長期の発展を目指して経営しておりますので、株主の皆様にもぜひ中長期を期待して投資をし、株を持っていっていただきたいと思います。